悪いな、休ませてやりたいところだが、そうも言ってらんねえな。軍がターゲットと接触した。そうだ、ルードたちはそのまま現場に急行してくれ。他の者は一旦本部に帰投だ。ターゲットの現在地だが、一般兵に俺がやれるかってなあ。しつこい奴らだ。当たるかよ。72時間前、我々総務部調査課、通称タークスに、神羅の施設から逃走したサンプルの追跡の命が下った。逃走したサンプルは2名の成人男子。1人はかつてソルジャークラスファーストに属していた戦闘のエキスパート。5年前に起きた事件で、私は今回のターゲットである2人の男に関わった。5年前のあの事件さえなければ、彼らの運命が狂うこともなかっただろう。あの男さえいなければ、かつて英雄とまで言われた最強のソルジャー、セフィロス。二人に大げさなんだよ。さて、どうするかな。実力。はい。
仲間を見捨てるとはな。ソルジャークラスファーストザックス。おっさん。おお、あんたか。あんたは正気なんだろうな。こんな状況で正気でいられるかよ。セフィロス、やったんだな。英雄だのと世間じゃ呼んでいたらしいが、やつはただの殺人鬼だ。ひどい。どうしちまったんだ、セフィロス。そうだ、あんたはティファを。ティファがどうかしたのか。父親を探しにマコーロの山に向かった。セフィロスのやつもそこに。何？あの娘じゃやつの相手にならん。やつの相手はソルジャーのあんたでない。俺はただのソルジャーじゃねえ。ソルジャークラスファーストだ。お前はおっさんを手伝ってやってくれ。わしもすぐに後を追う。ティファを頼む。任せろ。パークスか。ターゲット発見。命令はターゲットの捕獲もしくは抹殺とありますが、可能な限り生きたまま確保しろ。了解。おとなしく投降しなさい。そうすれば命は保証します。パークスが今更シャシャリ出て好きに言う。サンプルは我々で確保するぞ。どいつこいつもふざけやがって。命の保証なんていらねえ。俺が欲しいのは自由だ。なんだ。父さん、父さんどこ。父さん、しっかりして父さん。逃げろ、早く。ねえ、しっかりして、父さん。セフィロスね。セフィロスがやったのね。セフィロス、ソルジャー、シンラ、マコーロ、全部大嫌い。よくも父さんを、よくも村のみんなを。ピンチの時には来てくれるって約束したのに。クラウド、早くしろ。まだか。なんだ。ターゲットがバイクを入手しました。今後の逃走範囲の拡大が予想されます。お前、ザックス。待たせたな、クラウド。おい、怒んなよ。俺が友達を置いてくわけないだろ。軍も余計なものをプレゼントしてくれるわ。
入る気だな。分かった。ミッドガル周辺に非常線を張らせるんだ。分かりました。ティファ、ザックス、セフィロスにやられたんだな、ティファ。あなたたちはただの調査のためにこの村に来たんでしょう。だから私はここに案内したのよ。それだけなのにどうしてこんな。ティファ嫌いよ。シンラもソルジャーもあなたもみんな嫌いよ。すまない。許してくれとは言わない。だがけじめはつけさせてくれ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう母さん。セフィロス、なぜ村人たちを殺した。なぜティファを傷つけた。答えろセフィロス。母さん、また奴らが来たよ。母さんは優れた能力と知識でこの星の支配者になるはずだったけど、あいつらが、何の取り柄もないあいつらが母さんからこの星を奪ったんだよね。でももう悲しまないで、俺と一緒に行こう。やっと会えたね母さん。セフィロス、お前どうしちまったんだよ。裏切り者め。セフィロス、信頼してたのに。いや、お前はもう俺の知ってるセフィロスじゃない。俺は選ばれし者、この星の支配者として選ばれし存在だ。この星を愚かなお前たちからセトラの手に取り戻すため生を受けた。母のために。もう大丈夫だよ母さん。誰だ。母さんを、ティファを、村を返せ。あんたを尊敬していたのに、憧れていたのに。少し遅れた。いいのよ、
ごときに。セフィロー、ずり乗りな。人間ごときが私を倒せるとでも思ったのか。思い知るがいい。俺の家族を、俺の故郷を、よくもやってくれたな。お前だけは許さない。そんな、バカな。お前は一体。母さん、俺と一緒に約束の地へ。奴ら無事に生き延びるとよいが。そいつは死んだ屋敷の地下へ運べ。はい。セフィロス、思い切ったことをしてくれた。君か、ベルト主任は元気かね。は。そうか。村の処理はどうなっている。すでに作業を開始しております。しかしそこまでやる必要があるでしょうか。ふん、若いな。君の意見などどうでもいいのだよ。処理を急ぎたまえ。おー、ちょっと待て。この男が面白い、実に面白い。新たなサンプルに使えるな。主任、ターゲットが非常線にかかったとの連絡が入りました。わかった、すぐ行く。私たちはまた彼らから自由を奪おうというのか。ターゲットがポイント48を通過しました。なお、逃走に使用していたバイクは燃料切れのため放置。新たにトラックをヒッチハイクした模様。主任がまた深刻そうな顔してるぞった。5年前は助けたのに、今度は捕まえろか。因果なものね。考えてみれば哀れな奴らだ。同情しちまうぜ。あら、皆さん随分と優しいですわね。どんな任務でもやり遂げる、それが俺たちの仕事だ。ちょっと行くぞ。はい。出撃だぞと。新人急げよ。行きますよ。なあ、ミッドガルに着いたらお前どうする。でもまあ、とりあえずは金だよな。なあ、おさん、なんか俺にできるような商売知らないか。何言ってんだ。若いうちは何でもやってみるもんだ。若いうちにいろいろ苦労してな、自分の道ってやつを探すなよ。何でもだってよ。そんなこと言われとってな。そうか、そうだよ。俺は他の奴らが持っていない知識や技術をたくさん持ってるんだよな。よし、決めたぞ。俺は何でも屋になる。あんた、俺の話ちゃんと聞いてたのか。面倒なこと、危険なこと、報酬次第で何でもやるんだ。儲かるぞ。なあ、クラウド、お前はどうする。冗談だよ。お前を放り出したりはしないよ。友達だろ。俺たちは何でも屋をやるんだ。わかるか、クラウド。ターゲット、ポイント12を通過。まもなく射程距離に入ります。よし、やるぞ。しかし、タークスからは到着を待てとの。手柄を奴らに渡すことはない。いいから撃て。
まだつかないのかこのポンコリ。ゼロ！クラド、逃げろ！